聞けてる？いや、もういけてる。後ろからめっちゃ飛んでけ脇のにあ飛んでけ脇のにあいいよ、これあげちゃっていい？え、早くない？あげるの絶対バズるって。マジバズる。ジョリーズ、ジョリーズ、ジョリーズ、ジョリーズ。マジやばい。どうする？渋谷行っちゃう？行っちゃう。ドリームうちらが世界の中心、最高なんだけど。つかさ、なんかうちらの仲間になりたいって子がいいんだけど、呼んでもいい？かわいいの？かわいくなかったらマジで秒で返すよ。レベル下げたくないからさ。まあまあ、いっぺんやってみて。入ってギリギリじゃない？まあまあかな。いや、ほんとコンディション次第じゃアウト。まあまあ、入って自己紹介してみ。はい、はじめまして、みなみです。よろしくお願いします。はい、失格。なんかさ、固くね？笑っちゃうんだけど。ほうよ、ギャルの挨拶は？ジョリース。ジョリース。違う違う。違うじゃん。ちょっちょりーす。ちょっちょりーす。違うの。ちょり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 りーす。チョリ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 ース。なんか違うんだよ。なんか違うよね。チョリス。チョリス。チョリス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 チョリース。これじゃん。うん。チョリス。チョリス。チョリス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 チョリース。1個早いよ。すいません、知らないの。上手。うちらもさ、忙しいんだからこんなことで時間取ってらんないの。そうなの。すいません。そう、すみませんってのやめて。ギャルがすみませんとか言わねえから。ねえぽよ、ギャルの謝罪は？ピエンピエン。なんか違うんだよ。なんか違うんだよ。ピエン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 。良くなったじゃん。だいぶ良くなったじゃん。いいんじゃない？ありがとうございます。つかさ、なんか黙って聞いてるさ、その口の聞き方何？うん。ねえ、ぽよ。ギャル目指してんのに、敬語使ってんじゃねえや。ギャルは基本、タメ口。どんな偉い人にでもガンガン行くのがギャルっしょ。そう。梅沢富美男にもタメ口で行かなきゃダメ。富美男。じゃあさ、あんたこの子どう思う？行ってみ。いや、可愛いです。本当は？ラブリーだなって。全然言ってくれていいから。もっと正直にさ、うん、いや、ファンシーだなって。強いて言うならちょっと顔は大きいかな。ひどくない？最低じゃん。ギャルってのはさ、他人がどんだけディスっても友達だったらかばうのがギャルっしょ。どう見えてんの？何がでかいの？全部小ぶりじゃん。親しき中にもなんちゃらってやつでしょ、うん、ああ、礼儀ありですか。ちょっと正解出してどうすんの？ギャルはおバカ回答を出して、それを見た人が、ああ、こんなバカいいんだ、明日も僕も私も頑張ろうってならせるためのギャルのおバカ回答じゃん。マジそう。ギャルならおバカ回答を出して日本を元気にしようよ。マジそれ。ねえ、ぽよ。ギャルの偏差値と日本の景気は反比例だから。ぽよ、正解。わかった？チョリス。じゃあさ、あんたの座右の銘は？うん、座右の銘は左 1.2 右 1.5。
それ左右の目やないかい。左右の目聞いとんねん。やるじゃん。なんかコンプレックスとかある？どっちかっていうとボルビックの方が好きかな。いやそれコントレックス。フランスの大自然が生んだナチュラルウォーターやないか。だから短所聞いてんの。短所は？それだったらレモン絞ってさっぱり食べたいかな。いやそれ短所やないかい。確かに最初は短所でさらっといきたいけどやな。でもその前にチョレギサラダ食べるんちゃう。いいんじゃん。じゃあみんな歌っちゃう？歌っちゃう。今日がとても楽しい、きっと明日もきっと楽しくて、そんな日々が続いてく、そう思っていたあの頃。 Yeah! 俺らが若い頃友達の